この授業は正しい歯磨きの習慣を身につけてもらおうと福島歯科医師会が行っているものです。授業ではまずはじめに子どもたちが普段行っている歯磨きを実践します。その後、磨き残しがピンク色になる特殊な薬を使ってみると、結構念入りに磨いてるつもりなんですけど、結構ピンクく染まってて、磨き残しの多さに驚いている様子でした。では、磨くときに気をつけるべきポイントは、歯ブラシを鉛筆と同じように持ち、汚れがたまりやすい歯と歯茎の境目を軽い力で小刻みに動かすことです。歯と歯の隙間や奥歯の溝などは磨き残しが多いので、特に丁寧に磨くといいそうです。染め出ししたら結構染まってたんで、これから虫歯にならないように努力していきたいです。おととしの県の調査では、県内の小学校で虫歯のある割合は 53.4% と、全国の平均を大幅に上回っていて、歯科医師会では食後の歯磨きの徹底を呼びかけています。